こんにちは、YouTube ごです。今日はですね、古文の偏差値を65まで上げる方法として、こちらの古文上達基礎編を紹介していこうと思っています。古文は思考力を使う科目であるという印象が強いかもしれません。確かにそうしたものでもありますが、原則暗記をしていることっていうのが非常に大事なポイントなんです。古文上達、この参考書をやるためには、2つ条件があります。1つ目は、現代文の力。これがしっかり身についていること。センター試験の過去問や共通テスト、だいたい7割から7割5分取れる状態。もしまだそこに到達してない方は、具体的な現代文の勉強法も、この YouTube 以でアップしてますので、そちらの方をぜひ見てください。うまく見つけられないことはないと思うんですけど、そういう時は気軽にコメントください。で、まず現代文の力を身につけておくということが古文の読解をしていく上で重要な要素になります。やはり現代文の力があることが結局は思考力を使う問題を解く鍵になると。で、二つ目は古文単語文法しっかり覚えようということです。これをやるまでに、例えば、自分のお手持ちの古文単語帳でいいんですが、一冊仕上げるといいと思います。で、古文単語帳は600、500っていうものと、あと200、300っていうのがあると思うんだけども、どちらでもいいです。派生語があるかないかの違いなんで、ボリュームは意外とどちらも変わらないんですね。600だろうが300だろうが、覚えることはそんなに変わらない。古文文法ね、学校の教材でもいいですし、こういうドリルでゴリゴリ覚えた方が僕はいいかなと思う。とにかくこの古文単語と文法が不足してると、この参考書をやってても理解できないとか苦しい部分が出てくるんです。まあそういう時はね、無理にこれにかじりつくんじゃなくて、先ほどの古文単語や文法をしっかり先に身につけることを優先した方がいいと思います。古文単語帳は1週間で終わらせられますし、その方法もアップロードしてます。古文文法も時間かかっても2週間ぐらいで終わるんじゃないかな。そんなに重いものじゃないです。軽くこなせる分野なので、そこは気楽にやってほしいなと思います。古文文法の勉強法もアップロードしているので、そちらの方もご興味ある方は見てください。じゃあこの参考書どういうふうな取り組み方をしていくのかっていうことです。大きく分けて2つあるんですね。まず1つ目は本文をしっかり理解しようというプロセスですね。要は最初に本文を処理したことによって、設問でもしつまずいた時に設問の解き方が悪いっていうことになりますよね。本文が分かってたら設問の解き方に問題があるわけです。でも最初にこの本文の理解を経ずにね、いきなり設問を解くと、設問が解けないのか本文が分かってないのか、もうぐっちゃぐちゃになってる。それが古文の勉強嫌だなと思う原因の一つになります。まずは詳しい別冊の解説でね、本文の理解って何かっていうと、主に品詞分解と、そして訳ですよ。一つお伝えしたいのは、古文の全文訳って作る力は求められてないってことも知ってほしい。もちろんここは訳さないといけないとかありますよ。でも学校の先生がスラスラと口語訳を板書するかもしれない線があれは全部カンニングしてますね。要はゼロしてます。あんだけ訳せるんだったら、ね、大学の教授で古文教えられますからね。だからみんなは英文読解の英語長文のように訳せる、そんなものではないってことをまず認識してほしい。その上で訳を読んで、そして意味をつかみ、品詞、これまあ文法、覚えた文法が使うことによってより文法の理解も深くようになりますから、まずここの本文をしっかり理解しましょう。で、こっちの回答の方はまだ見なくていいです。こっちの本文の解説もすごく細かく書いてありますから、これをしっかり読み込んでいきましょう。そんなに時間かかるもんじゃないです。だいたいまあ一つの文章で、まあ、10分15分あれば十分読めるでしょう。で、まず本文を理解しましたということであれば、次にやってほしいのは設問を解いてほしいんですね。現代文と同様ね、なぜその答えにしたのかという根拠をメモ書きに書いておくと非常に力が伸びやすいです。まあ、現代文ほど緻密にやる必要はないです。まあなんとなくこの答えにしたみたいな根拠を書くだけでも全然根拠が伸びますから、とにかくなぜその答えにしたのかというのを書いてください。そして解説と照らし合わせ、理解を深めていくと。主にこうした設問っていうのはね、3つぐらいしかないかなと僕は思うんですね。1つ目は、現代で使われている言葉と違う意味で使われている文を訳す。まあ、要は単語力を問う問題。で、2つ目は、文法力を問う問題です。ただ文法を問うということを直接的に問う問題もあれば、例えばこのセリフは誰が誰に向けて言ってるのかと。そこで尊敬語を使ってるから、これは目下の人が目上の人に伝えてるから、この選択肢だろうと。何言ってるか分からへんけども、これは目上の人に言ってる言葉だから、これで多分いいだろう。こんな緩い感じで結構古文で解けたりするんですね。3つ目は文学史ですね。で、文学史は覚えるしかないので、もし文学史が出るという人はね、別途暗記することが必要ですし、過去問でまずやり込んでいくといいかなと思います。まあ、とにかく、ね、最初の3つの設問のうちね、単語力を問う問題と文法力を問う問題。これが主な古文の設問内容だと考えていいので、そこを意識して、あ、この問題はどっちの問題なんだろうかと。文法力を問うのかなと、単語力を問うのかなと
意識しながら解いていくとすごく伸びると思います。で、古文上達は45単位ありますから、例えば1日3分やって1週間、まあ1日休んだとして6日間で18台進みますってことは、だいたい3週間かからない感じで通りできますよね。それが一つの基準としてやってほしいし、まあ復習も入れたら1ヶ月入れてもいいかなと思います。この古文上達もね、できれば本文をしっかり音読していくってこともやってほしいなと思います。英語のようにもうゴリゴリ音読するというよりかは、復習の時に2、3回音読して馴染ませていく、自分の脳に古文を馴染ませていくという感じでやってもらうと十分力がつくかなと思います。で、これ基礎編と書いてありますけども、これで十分古文の力身につきます。マーチであれば過去も入ってもいいと思いますし、地方の国公立の二次試験というものもこれやれば十分対応できますから、ぜひこの参考書クリアすることを目標に勉強を頑張ってほしいと思います。今日は以上です。今ですね、この YouTube 備考の LINE を用意しました。シーズンによってね、登録特典が違うんですが、今は3つの特典をご用意しています。1つ目は偏差値29から最短で偏差値60になる勉強法というこのね、電子書籍、これを LINE 登録直後すぐに送ります。2つ目、早慶英語完全攻略ガイド、これはですね、早慶の長文の攻略法、そして具体的な対策、これを詳細にまとめた、これも PDF の電子データを渡します。すぐ送ります。3つ目のプレゼント、パンと、ね、英文読解でどうしても欠かせない現代文の力講座っていうね、全12校の無料動画をプレゼントします。この動画の概要欄にあるリンク先、もしくは QR コード、あるいは LINE ID から登録ください。皆さんから登録をお待ちしています。